皆さん、どうもみゆみんです。本日は、スマホ版が24日、スチーム版が25日に配信開始された、モンスターユニバース、略してモンユニをやっていきたいと思います。コロプラさん、初の落とし切り型ゲームということで、課金ガチャなどなくて、マネタイズ大丈夫かな?というユーザーから心配の声も上がっているタイトルになります。プレイ時間は60時間以上を想定されているとのことで、結構なボリュームがありそうですね。ストーリーは、未知の生物が暮らす、ポートレムリア島で、ある日消えてしまった伝説の竜の、ボルザークを復活することを目的に、主人公のフィーナと共に、モンスターと冒険していくといったお話になっています。国内のアプリは、モンスターユニバースというタイトルなのですが、スチーム版と国外アプリ版は、ボルザーク、モンスター&ランズアンノーンというタイトルになっています。ですので、この伝説の竜の名前が、スチーム版と国外アプリ版では、タイトルになっているみたいですね。主人公のフィーナではありませんが、このモルザークがかっこよくないですか?少し辛口で言うと、この魔獣マグナのデザインが少しチープかなというのと、伝説の竜の割にウォルザーク少し小さくないかな、とは思うんですがやっていきたいと思います。ですが、最後まで無課金でもプレイできてしまうらしいんですけど、その割には結構アニメーションも力が入ってますよね。開発費も安くはないでしょうし、ユーザーさんがコロプラさんの心配をするのもわかる気がします。山が爆発したマグナとウォルザークが消えた日から10年後、やっと始まったようですね。これが主人公かな?現実世界にもありそうな乗り物に乗ってますね。なんか全く興味なさそうな返事ですね。お、イラストかわいいな。おじさんの顔がやばい。主人公がやっちゃダメな顔してますね。好きというか、どうこうしてそうですね。いきなりドラゴンかな?出てきました。バトルの匂いがしますね。おお、始まるか?あれ?かわいいぞ、リゼ。ここから、バトルかな?いやいやいや、食べられてるし、大丈夫じゃないだろう。笑ってるし。いやいや。食いしん坊に噛まれてたら食べられてるでしょ?主人公、ちょっとやばい匂いがしますね。ちょうどいいとろみを笑っちゃいますね。あれって何でしょうね?なんかこのゲームでは、このペアリングっていうのが、棒ゲームで言うと、モンスターボールを投げるみたいなことのようです。かわいいけど、やっぱりやばい子ですね。今度こそバトルの予感です。リゼの呆れてる感じがなんかいいですね。
私、Steam 版でやりたかったので PC でやっているんですが、コントローラーを久しぶりに出したら動かなくて、キーボードでやってます。もともとゲームは好きなだけで、上手ではないのでお見苦しい点があると思いますが、許してくださいね。失礼かもしれませんが、もう少しぬめっと動くのかなと想像してましたが、割とサクサク動かせるようです。また出た。ヒーナちゃん、モンスターバカというか、なんというか、天然なのかな？でも、リアクション私は結構好きかもしれません。このキャラ、言い過ぎかもしれませんが、ちょっと私のリア友に似てるかもしれません。やっと移動ができるようになりました。お決まりのスライムみたいな、プリンみたいなのが出てきましたね。連撃みたいなのがあるのかな？説明とかマニュアル一切読まないで、勢いで始めちゃったので、全部手探りで頑張ります。ダッシュとかどうやるんだろう、全くわからない。ちょっと時間がかかりそうなので、拠点に向かいますね。拠点の中、街並みというかなんか雰囲気が可愛いですよね。ところどころ出てくる、このフィーネちゃんのイラストがだんだんハマってきました。名前から想像してたのと、なんか違う。お姉さんキャラが出てきましたよ。けど、なんか歩き方変じゃないですか？いや、死んじゃうでしょう。なんで興奮してるんだか。なんか急にシリアスな展開になってきましたね。この子に期待して、本当に大丈夫ですか？って、言いたくなっちゃいますよね。いやいや。はい、憎めないキャラですよね。すみません、長々と見てきましたが、ここからようやく始まる感じですかね。クエストさっさとやっちゃいましょう。
ぜひそうしてください。早くやりたいです。とりあえずは、これでいいかな。まだチュートリアルみたいな感じなんですかね。ちょっと長いな。周りの人たちはちょっと大変そうですね。ちょっと進撃みたいですね。そう思うのは私だけかな？このゲーム、モンスターに乗って戦うのが基本のようなので、このマウモンが中心だそうです。ミニモンがサポートスキル系で、特殊飼育困難種が、貴公種じゃなくて、レアモンスターといったところでしょうか。だいぶ理解してきたぞ。ペアリングのチュートリアルかな。クエストのタイトルがやばいですね。いろいろ押してみてるんですけど、やっぱりダッシュできないですね。あれ？なんかさっきと同じマップのような。どうやって回避するんだろうか。これでいいのかな。相手が攻撃を打ってくるタイミングを見計らって下がればいいのかな。赤の枠の中は多分他のゲームで言うと入ったらダメージ飛んでくるやつですね。マウモンを倒すと、ペアリングのチャンスがあるみたいですね。ハーツってなんだろう。いきなり S とか強そう。この子、目がクリクリしてて可愛いな。
よって。ボルザークも人を乗せるためにちっちゃかったのかな。あれ、嫌われてる？それは…どうも。クロエさんは、洋服がちょっと個性派ですね。準備はいいですか？ああ、なるほど。キャラクターの個性をモンスターに学ばせるって感じなのかな。これあれかもしれないですね。このゲーム、キャラクターが唯一の課金要素なんですが、強いハーツをつけようと思うと、課金しないといけないのかな。ドラゴ、短い間だったけど、ありがとう。本日はここまでにしたいと思います。この動画面白いと思っていただけたら、チャンネルのご登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またね。